それでは本日は私から何点かご報告をさせていただきます。まずはケアラー月間の創設についてであります。ケアラーとは、高齢者、身体上精神上の障害疾病等により援助を必要とする親族などに対して無償で介護、看護、日常生活上の世話、その他の援助を提供する方であり、このうち18歳未満の方をヤングケアラーというふうに言っています。県ではケアラー、ヤングケアラーに関する認知度を図るため、令和2年10月に県政サポーターに対するアンケート調査を実施をいたしましたところ、認知度はいずれも 17% 程度にとどまることが分かりました。ケアラーを支援するためには県や市町村などの行政機関はもとより、ケアラーの近くにいる人たちが悩みを抱えるケアラーに寄り添っていただくことが必要であります。しかしながら、ケアラー自体が知られていないために必要な支援が届かないといった可能性もあり、認知度の向上が不可欠と考えています。このため全国初となりますけれども、ケアラー月間を11月に創設をさせていただき、ケアラーのことを知ってもらい、支援に対する理解と協力の輪を広げ、ケアラーが孤立することがない社会とするために集中的に広報啓発を行うことといたしました。ケアラー月間は県教育委員会、埼玉県社会福祉協議会が主体となりますけれども、市町村教育委員会、市町村社会福祉協議会のほか、福祉、医療、法律、経済、労働、教育、これらの各関係機関や報道機関などにご協力をいただくこととしております。さて、ケアラー月間中の主な取り組みについてでございますが、はじめにケアラー支援オンラインフォーラムであります。ケアラーを理解し、社会全体で支えていくために何ができるのかを考えるパネルディスカッションを行うほか、埼玉県として後ほど申し上げますが、ケアラー支援宣言を行い、みんなで支え合うことの大切さを訴えていきたいと考えております。私もこの際メッセージを寄せる予定でございます。なお、このフォーラムでございますけれども、11月23日午後1時より YouTube によるライブ配信をさせていただきます。次に NHK ハートフォーラムでございますが、 NHK 埼玉放送局、県教育委員会、 NHK 厚生文化事業団の主催によりまして、ヤングケアラーに関するフォーラムを11月26日午後2時より彩の国埼玉芸術劇場大ホールにおいて開催をいたします。なお、オンラインでの視聴もできます。これらの両方とものフォーラムの申し込みにつきましては、県ホームページから行うことができます。また NHK ハートフォーラムについては NHK のホームページからも行うことができますので、ぜひご参加をいただきたいと思います。続いて、多様な主体によるケアラー支援宣言であります。ケアラー支援宣言については、県や市町村だけではなくて、団体や企業などの多様な主体がケアラー支援のためにできることをケアラー支援宣言として表明をいただくことです。具体的には、例えばここにございますけれども、この真ん中の四角にあるように、私たちは〇〇〇〇でケアラー、あるいはヤングケアラーを支援しますというように、この〇〇〇〇のところを考えていただくという焦点のような仕組みになっております。例えば、空きスペースを定期的に提供していただける場合には、集まれる場所の提供で支援しますとか、あるいは従業員の方への啓発に取り組んでいただく場合には、啓発活動で従業員の意識を向上することで支援しますというように、それぞれの企業さんの強みに応じて
あるいは問題意識に応じて宣言をいただくものであります。現時点では、埼玉県医師会、埼玉県弁護士会、埼玉県経営者協会、埼玉県高等学校校長協会などの団体のほか、イトーヨーカドー、コープ未来などの約40の団体企業に宣言をいただいております。なお、これらのいただきました宣言につきましては、ケアラー支援オンラインフォーラムや、あるいは県のホームページにおいて公表をさせていただきます。県では宣言をいただける団体、企業を募集しておりますので、ぜひご協力をお願いをいたします。また、各報道機関におかれましても、月間中にケアラー、ヤングケアラーに関する記事の掲載などのご協力をお願いを申し上げます。次に、ヤングケアラーハンドブックであります。このハンドブックですけれども、ヤングケアラーは家庭内の問題として表に出しにくいデリケートな問題を抱えていることに加え、本人や家族に自覚がないために支援が必要であっても適切に手が差し伸べられない状況にあるところ、電話、SNS 相談など本人が悩みを抱えて話をしたいときの相談先なども明記をしたハンドブックを、ヤングケアラーを紹介するハンドブックとして作成をしております。このハンドブックは本人はもちろんですけれども、その周りの生徒や教職員にもヤングケアラーのことを知ってもらうため、11月から順次学校を通じて小学校4年生から高校3年生までの児童生徒及び教職員全員に配布をいたします。またヤングケアラーオンラインサロンでありますけれども、ヤングケアラーの中には自分の家のことの悩みを学校や周りの友人には話しにくいと思っている方もおられます。そこで同じような立場や経験を有する方々が気軽に集い、悩みをあるいは不安を打ち明けられる場として、オンライン上のサロンを月1回のペースで開設をしたいと思います。第1回につきましては、これは11月の前ですが、今月10月31日、第2回は11月21日に開催する予定であり、家族のケアをしている高校生の参加を募集しています。なお、サロン自体は非公開で行いますので、ケアラー、ヤングケアラーの方々には安心して参加をいただけますが、皆様にはご了解をいただきたいと思います。このほか、ケアラー支援に関わる関係機関の職員に対する研修なども、この月間の期間中に実施をしてまいります。ケアラー月間中のこれらの取り組みを通じて、ケアラー、ヤングケアラーに対する理解の増進、協力の輪の一層の拡大に向け、誰一人取り残さない社会の実現を目指していきたいと考えています。次に、来月1日にリリースする埼玉版 SDGs 推進アプリ、これを S キューブと名付けましたが、S キューブについてであります。埼玉県では昨年度から企業、団体などを中心に積極的に SDGs の普及活動を行ってまいりました。次のステップとして、県民の皆様にも学校教育などを通じて普及啓発を行っておりますが、今度は SDGs をさらに広く浸透させたいという思いから、このアプリをリリースいたします。このアプリは動画やテキスト、クイズなどで SDGs を楽しく理解できるものであります。コンセプトは SDGs を学んで感じてポイントゲットであります。S キューブの名称の由来ですけれども、2つございます。1つは、埼玉版 SDGs の英訳、SDGs ですね、の S、から埼玉の S、埼玉スタイルの S、この3つの S があるということ。立方体は、キューブ、英語でキューブですけれども、このキューブは、縦横奥行きを示しており、SDGs の今後あらゆるステークホルダーに対し、多方面に展開をしていくということから命名をさせていただきました。またアプリのロゴは S をあしらった立方体、これですね、を SDGs の17色に県の県章
の赤を加えた18色の勾玉が取り囲んでいるデザインとさせていただきました。このアプリですけれども、少し中身について説明させてください。まずは SDGs を楽しく学ぶについてであります。このアプリは SDGs を全くご存じでない方でも一から学ぶことができるものとなっており、 SDGs の全容をこのアプリで知ることができます。これからの SDGs を守る、学ぶ高校生など学生の方にもぜひご覧いただきたいと思います。この中の動画で学ぶの部分をタップしますと、下の画面が出てきて、例えばその中の SDGs や、あるいはその中の17個の目標について 1、2分のこのようなアニメで手軽に学ぶことができます。またテキストで学ぶの方をタップいたしますと、 SDGs の関連情報を自分のペースで学ぶことができます。次に SDGs を感じてポイントゲットについてであります。このアプリでは県民一人一人の行動に応じてポイントが得られるメニューを複数用意しています。例えば毎日 SDGs チェックにおきましては、ここにもございますが、1日1回ランダムに表示される事項があります。これを例えばですけども、電気をこまめに消すできた場合にはチェックを入れるとポイントが得られるという仕組みになっており、それが SDGs のどのゴールにつながっているかということを一目で理解ができるようになります。これ以外にもクイズで学べる SDGs クイズ、専門家の記事が読めるコラムを読むなど、さまざまなメニューでポイントを得ることができます。また実際に行動をすること、イベントに参加するなどもその中には含まれます。楽しみながら自らの行動で SDGs を実践してください。最後にポイントでくじにチャレンジについてであります。先ほどのメニューなどでポイントを貯めていただきますと、300ポイントで1回くじを引くことができます。当たった場合には和音ポイントや協賛店からの特典が受けられる特典カードを、これバーチャルなカードですけれども、特典カードを手に入れることができます。現在特典を提供していただける協賛店を募集中でございます。アプリの詳細は特設ホームページで紹介をさせていただいております。このアプリのにつきましては、今後 Facebook や Instagram などの SNS、 あるいはタウン Wi-Fi やさいの国だよりなど、さまざまな媒体を活用し広く周知をしてまいりたいと思います。11月1日から改めて SDGs 推進月間となります。これらの二次元コードを読み込むことでアプリがダウンロードできます。1日からになります。県民の皆様にはぜひともこのアプリを活用いただき、 SDGs を学んで感じてポイントゲットして、埼玉版 SDGs を一緒に推進をしていただきたいと思います。私からは以上です。会社の共同通信の大島といいます。よろしくお願いします。まずは知事発表について質問させていただきます。ケアラー月間の関係なんですけれども、昨年のケアラー調査から1年ほど経っているわけなんですけれども、認知度が向上したと認識されているのかどうかというのをお伺いしたいのと、ケアラー、ヤングケアラーというものへの認知度向上に対してどういったことが大切かという知事の思いを聞かせていただければと思います。はい、ケアラー、ヤングケアラーについては、埼玉県においてもさまざまな形でこれまでも報道の機関にもご協力をいただいて周知に努めてまいりましたので、一定程度上がってきたとは思っているものの、認知度がまだまだ低いというのは事実だというふうに思います。埼玉県のケアラー支援計画では令和5年度までに認知度を 70% までに高めるということを目標としておりますので、今後県民サポーターに対するアンケート調査などを実施して、毎年度
アンケートなどで認知度を確認しながら、事業の推進に努めていきたいと思いますが、まずはこの集中月間で、しっかりと認知度を向上させ、その後の事業をまた毎年度ですね、しっかりと図りながら、PDCA サイクルを回させていただきたいと考えています。ありがとうございます。それから SDGs の方をお伺いしたいんですけれども、SDGs という言葉そのものが、近年になって急速に広がっているとは思うんですけれども、一方でその持続可能な社会と言われてもなかなか SDGs って何だろうっていうのが、分からない方も多いと思うんですけれども、SDGs そのものがなぜ 大切なのかっていうのをちょっと知事個人としてちょっとどうして大事なのかというそういった思いを聞かせていただければと思います。はい、もちろんまず、前者の SDGs がそもそも何なのかはこのアプリを通じてぜひ県民の皆様にもご理解をいただきたいと思っています。他方で SDGs は例えばこれまで企業さんで言えば、儲けること、利潤を上げることが大切であった、そして逆に、企業では、ごめんなさい、公共の NGO や、あるいはその行政は、公共の分野における、例えばこの17の目標にもありますけれども、貧困だとかさまざまな課題を解決していくこと、これが分かれていた部分が多かったと思っています。他方で最近ではこの公共の部分について企業が投資することによって持続的な投資環境を維持する、行政は行政で企業の力をお借りをしながら共に生きていく共生社会をつくる、こういったその認識が広がっていて、その最も代表的なものは例えば地球の温暖化問題だと思っています。行政だけではできない、企業にとってもプラスがある、こういったその時代になっているために、持続可能、 SDGs の S はサステナブルですけれども、持続可能な発展のために必要なことを社会全体で取り組んでいくという必要があると思っています。なおこれについて埼玉版 SDGs と名乗っていますけれども、そこは渋沢栄一郎がまさに論語とそろばんで述べたとおり、利益の利だけではなく断りの利も必要である、論語とそろばんの精神そのものが私は SDGs だと理解をしているところ、埼玉県において SDGs を推進する重要性は当然他の自治体もそうかもしれませんがより強いというふうに考えています。ありがとうございます。知事発表で各社さん質問ありましたらよろしくお願いします。どうぞ。すいません、朝日新聞の川野です。ケアラー月間のことでお伺いします。今日ご紹介いただいたような事業について、これは埼玉県が全国の自治体に先駆けて行うということで、自治体の関心はもちろんそのケアラーだったりヤングケアラーの皆さんというのも非常に関心を持って見ているのではないかと思うんですけれども、特にどういうことを大切に伝えていきたいか、どういうことを期待されているかというのを知事のお考えを聞かせていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。ケアラー、ヤングケアラーについては、特に今後、認知症を含めたですね、高齢者だとか支援を必要とする家族の方々が増えてくるというふうに言われる一方で、少子化に代表されるように、ケアラー側が少なくなることで、その負担も増えてまいります。したがってもちろんこれまでもケアラーというのはいたんですけれども、ケアラーやヤングケアラーをしっかりとその行政、社会全体で支えていく必要性は、私はより一層高まっているというふうに思っています。しかしながら、このように実質上は要請が高まっていて、また我々のアンケートでもありましたけれども、多くのケアラーの方々がおられる、各クラスにはお一人ぐらい、おられるというふうに出てきているにもかかわらず、ケアラー、ヤングケアラーに対する理解度は進んでおらず、またケアラーとして実際に、あるいはヤングケアラーとしてケアをしているにもかかわらず、自分たちがどこでこの悩みを打ち上げたらいいか、議論したらいいか、相談したらいいかが分からない、こういった人もいるので、我々はまだ制度に取り組んだばかりであります。埼玉県が先駆けとは言いながらも、まだまだ、第一歩でありますけれども、この第一歩は、まずは周知、そして、啓蒙という、啓発というんでしょうか、こういったところから始めさせていただきたいので、ここに力を入れたいと考えています。
あ、すみません、朝日新聞に変わって、今の、 ケアラーのところでまたちょっと質問したいんですけども、特にヤングケアラーについてなんですけど、確かにこのそもそも認知度が低いということで、まず啓蒙も周知をしていくということだと思うんですけど、その先にじゃあ具体的にどう支援するのかというような話が出てくると思うんですね。ヤングケアラーに関してはやっぱりそのケアラーに大人のケアラーに比べて、例えばその DV の問題だとか貧困の問題だとか介護だとか虐待ネグレットとかいろんな問題がその複雑に絡み合っている部分があって、ある一方向から の、 アプローチだけでは正解が導き出せないような複雑な問題もはらんでいると思います。まずは認知度ということは確かにそうだと思うんですけれども、今知事がお考えになっているその後の支援というのはどんなふうにやっていこうと考えているか、今のお考えをお聞かせ願いますか。今ご指摘があった DV や、貧困という問題も実は直接的にはただ一つの理由だけで解決できるものではなく、さまざまな社会的問題が絡まった挙句、結果として DV であったり、結果として子どもの貧困であったりといったものに出てきますので、これも実はそれぞれ独立してはいないと思っています。ただそんな中で先ほど申し上げたケアラー、ヤンケアラーという問題がかつてよりも重要になってきているということから、先ほど申し上げましたけれども、まずは認知していただきたい、これが第一であります。でこの認知をさせていただいた後には当然、それが問題として認識されることによって、例えばクラスや学校やこういったところで、受け止めていただくことも私はあろうかというふうに思っていますけれども、この次のステップとして、先ほどもうお話した話、例えば、サロンを使うとかそういったことはもうお話したので、ちょっとそこは置いといてですね、これらだけではなくて、それプラス例えばその、県政出前講座、あるいはヤングケアラーのサポートクラス、教育福祉合同研修などの場を通じて、引き続きケアラー対策というかですね、ケアラーを支援する対策ですね、こういったものが必要ですよということを申し上げさせていただくとともに、これは認知症サポーター養成講座というのはすでにありますけれども、こういったところでケアラー支援のためのリーフレットを、提供していくことを今考えています。というのはやっぱりそういったところに必要な方が集まる、あるいは関係の方がおられるというふうに思います。それと同時にケアラーは、ご指摘のとおり、非常にその根が深く複雑で、なおかつ社会的な環境を大きく反映したり影響を受けやすい問題だと思っているので、きめ細かな対応が必要なところ、市町村などの相談支援、機関職員の人材育成、なども必要だと考えておりまして、こういったそのケアラー支援に関わる方々の研修の実施も行っていきたいというふうに思っています。からその先ほどのオンラインサロンありましたけれども、こういったことをやることによって地域ごとにサロンで立ち上げ等ができて、悩む方がそこに来ることができて、経験などを共有できる、そういったことを将来的に、行くことによって孤立解消を図っていきたいというふうに考えております。いずれにしてもまずは第一歩になりますけれども、我々としてそこをしっかりと取り組む第一歩の足元を固めたいと思います。では、幹事者質問の方に移らせていただきます。幹事者質問とその他の質問を一括して行わせていただきます。まず幹事者質問をさせていただきます。ワクチン検査パッケージの技術実証が22日から始まりまして、今日で5日目ですけれども、これまでの実施状況と見つかった課題点があれば教えてください。はい、ありがとうございます。まずこの参加店舗の皆様に対して、今回の技術実証への参加について改めてここで感謝を申し上げたいと思っています。埼玉県の場合には42店舗の参加を得ることができ、これ実は全国で最大規模であります。また他の都道府県と比較していただいても分かるとおり、多くの県民が利用できるような、いわゆる一般の飲食店というんでしょうか、こういった飲食店がメインでございまして、埼玉県がこれら の、 そのお店に参加していただいたことによって、埼玉県が実証する技術実証は社会実装する際の汎用性が極めて高い、ということに比較してなっているというふうに考えています。
で今回の技術実証の実施にあたっては、単にお店の話はさせていただきましたが、取材していただいた方はお分かりになったと思うんですが、上尾の駅の改札の前、出たところの一番目立つ場所を市から、お借りをして、国と県と共同で特設ブースをそこに設置して、技術実証を PR する、そのほか、参加店舗の負担、お店で、例えば接種証明とか見せると、なかなか時間かかりますので、その前の接種証明がそこで確認できるようにさせていただき、この技術実証の期間中に使える確認済証の交付をスマートフォンとそれから紙と、これスマートフォンでできる方は QR コードで、できない方は紙でやってますけれども、名刺のようなもの、これをそのお渡しをさせていただいています。で、これがあればお店での確認は不要ですので、ぜひ多くの皆さんにご利用をいただきたいと思っています。で、このブースを設けたまず成果ですけれども、22日から25日までの4日間になりますが、この特設ブースで4日間で524名の方が、確認済証の交付を受けました。正直私たち驚いているというか、普段接種済証を駅で持っていると思わないものですから、でもそういった方が割とおられて接種済証を、得られた。それから今申し上げたように、普段持ってない方の方が多いんだと思うんですね、接種済証。これらの方々は目立つところであるために、ここは何をしているんですか、そして県はどういったことをしているんですかというですね、ご関心を示していただいて、そこでいろいろこうご紹介いただく、そういった方はこの524名の何倍もおられたというふうに伺っております。で、その結果なのか、お電話での問い合わせも多くなってきており、関心は非常に高いというふうに感じているところでございます。で、今後昨日25日から、時短制限などについては、この参加店と参加店以外が同じことになりますので、参加店舗の皆様にはご負担をおかけすることになりますけれども、この第6波に備えたこの実証というのが、特に先ほど申し上げたとおり、埼玉県の実証は実際の汎用性高いので、ぜひそこはご理解をいただき、ご協力をお願いをしたいと思っています。また参加店舗からもいろいろお話を伺ってますが、来店客にの接種確認証、先ほどの証明も含めての確認や、店内のエリア分けについては順調に対応できているという話をいただいており、私も実際に店舗を訪れましたけれども、接種証明などの作業についてはスムーズだなと思いました。ただその一方で、来店客にアンケートをお願いしてくださいと、記入してくださいと、こういうふうに我々の方から申し上げておりますが、やっぱり負担感が強い。特にお酒飲んだ後にですね、お帰りの際に、これは利用してのアンケートなので、入ってきたときじゃなくて、お酒飲んだ後だからかもしれませんが、めんどくさい、負担感が大きい、こういった声は上がっています。引き続き、いずれにいたしましても、この技術実証の趣旨をですね、ご理解をいただくということで、ぜひ協力をいただきたいというふうに、改めてお願いをするところでございます。今、524人の方が確認済証をというので、びっくりされたということだったんですが、もともとの想定がどれぐらいだったのかというのと、どれぐらい上回ったのかというのと、技術実証が終わった後に、県としてどのようなことができるのかなという、まだこれから議論かと思うんですけれども、この5日間で何かできるかなというような思いをもし抱かれたとすれば、どんなことができるかというのを教えていただければと思います。はい、当初の想定は答えられる？すみません、ただ先ほどちょっと申し上げた、私も正直言うと想定外だったんですけれども、524人多いと思っています。というのは、先ほど申し上げたとおり、駅降りてる普通のお客さんがですね、接種証明持ってると思ってなかったんですね。だからその意味では PR の度合いが強いと思っていたところ、要するに1日100人ぐらいの方が接種証明持ってて、そこで接種証を取られるというのは、正直私たちが考えているよりもはるかに多かった、このは事実だというふうに思っています。で、それから今後どのようにするかですけれども、以前から申し上げているとおり、これは第6波ない方がいいんですけれども、第6波が来たときにいきなり
接種証明でこっちはいいですよ、悪いですよみたいなことはできないので、そのための課題も含めて今回洗い出したいというのが今回の我々の意図でございましたので、今後はもちろん来ない方がいいんだけれども、第6波等が来るときにそういったお店において接種証明を活用してお店を必要以上に制限をかけることなく、あるいはご利用される方も制限をかけることなく通常の経済社会活動が営めるような形に結びつけていきたいというふうに思っておりますが、まだもう少し、すみません、実証期間ありますので、課題についてはもう少し洗い出したいと思っています。ありがとうございます。感謝質問、その他の質問ございましたら各社さんお願いします。どうぞ。埼玉新聞の新井と申します。衆議院選 の期日前投票についてお伺いいたします。昨日県の選挙管理委員会から発表がありまして、非常に期日前投票がですね、前回の 1.28 倍になるぐらい非常に好調だという発表がございました。で、前回はですね、埼玉県では全国平均を投票率下回ってまして、すごい好転、荒れ点の天気が悪かったせいもあって過去最低の 51.44% という投票率だったんですけれども、改めましてですね、県民の皆さんに対して、非常に31日も投票日近づいてきたんですけれども、投票に関しての呼びかけを知事いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。期日前投票が、前回よりも順調に伸びていることは喜ばしいというふうに思っています。ぜひ県民の皆様には民主主義化における皆さんの大きな権利でございますので、ぜひ投票には行っていただきたいと思います。各市町村において期日前投票もすでに行われておりますので、ぜひこの機会を逸することなくしっかりと投票に行っていただき、そして皆さんの意思を表していただきたいと思います。ちなみに関連してなんですけど、知事は、期日前なのか、あるいは当日の投票なのか、ご自身はどちらに行かれるご予定でしょうか。ですね、日曜日もいくつか行事があるんで、もしかすると期日前かなと思ってますけど、関心ありますか。はい。どうぞ。すみません、日経新聞の岩崎です。先ほどのすみません接種証明事件に戻って恐縮なんですけれども、これ店を2つに分けて、その接種者と非接種者で分けていると思うんですけど、そのあたり、この例えばなんか差別を助長するような話とか、あと例えばそのこういう分けることに対する批判とかですね、そういった反応というのはいかがでしょう。当然私どもはこういった、接種証を例えば持ってない方が利用ができないような状況が果たして好ましいのかどうかということについて国とも議論をさせていただいてまいりました。そこでやはり分けることによって接種をした方と接種をされていない方、もしくは証明書を持っていない方をの機会をしっかりと保障というかですね、機会ができるようにするということが、より差別かどうかは別としても、そういったご批判はについては答えることができるのではないかと考えてきたところであります。また以前から申し上げているとおり、接種された方も感染はします。接種されてない方も感染はします。接種された方同士が、お食事をされる、あるいは接種されてない方同士が分けることによって感染の度合いが全体的に見れば下がってくるので、最終的には結果としては接種ができない方、重症化する可能性が高いので、そういった方を守ることにつながると思っていますので、少しでも人の命を守るために可能な、ただしそういったご批判も以前から聞いていましたので、ただこれ外国でやっている状況について知って日本で議論があった議論なので、やはりそういったことは受け止めなければいけないと思ってこういった形にさせていただきました。なお、この今回の取り組みの中でお店等でこういった批判があったというのは私は聞いてませんけど、今聞いてる？現状まだないです。はい、よろしいでしょうか。なければ以上です。どうもありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。